マリハー、やりまして、優勝するぞい、イエーイ。いやー、よかったです。昨日のね、ちょっと僕はもう、振り返りでね、イライラしてましたけど、今日はね、ちょっと序盤どうなるかなと思ったんですけど、ナイス勝利でしたね。4月7日、もう終わって20秒ぐらいです。しか経ってないですけどね。日曜日、ロッテ対オリックス、5対2、ロッテの勝利。よかった、ロッキーくんがね、今季初勝利。ちょっとね、序盤苦しんだんですけども、ね、苦しみながらも、初勝利。そして今季最多です。最多の5得点。ね、素晴らしいですね。そして、いつぶりだ4連打。4連打なんてね、見たことあります？僕ね、いつ以来ですか？そして、なんとですね、なかなかちょっとね、得点が取れなかったっていうのは、ここの部分もでかいかなっていう、下位打線がね、今日は6、7、8、まあ、6番、投手君、7番、友杉選手、まあ、友杉選手、好調ですけどね、で、8番、池田選手、そして9番、中村選手で7安打ということです。これもね、でかかったですね。まあ、その4連打も下位打線でね、つないだ結果ですからね。あ、というわけで、よかったです、勝ってね。まあ、ちょっと振り返っていくとね、いきなり初回で、ワンアウトから西野選手に三塁打打たれるんですよね。まあ、三塁打、オカピーが、ちょっと左中間寄りだったんですけどね、ドライブかかってたのがね、オカピーが逸らしちゃってね、それが、で、結局三塁に行かれるというね、おいよいよいと思ったら、次の、中川選手の時ね、ワイルドピッチとか。早かったっすね。中川選手、打たれるんじゃなくてね、今度は中川選手的にワイルドピッチでね、ここでもロッテキラーぶりを発揮してますね。ただね、この後は中川選手サードゴロ、セデーノ選手でショートゴロということでね、なんとか1点で抑えました。そして1回ね、相手ソタニ選手だったんですけど、なんかストライク最初入んなくて、オカピにいきなりフォアボール、そしてポランコ選手もストレートフォアボールでね、おチャンス来たぞと、中で、外選手は見逃し三振だったんですけど、山口選手が、ね、追い込まれてから、うまくね、ライトに打ちましたね。山口選手ね、ホームランはまだ出てないんですけど、調子良さそうですね。いい感じの、めちゃくちゃいい当たり、いい当たりすぎて、セカンドランナー来れなかったんですけど、ここで茶谷選手がね、今日5番に入った茶谷選手が、犠牲フライということで、ね、これは良かった。ね、まあ、まず同点になったって良かったですね。まあ、なおもね、1、3塁だったんですけどね、ここはトシ君が、セカンドゴロでスリーアウトということでね、残念だったんですね。まあ、そして、2回ですね、のワンアウトか、ワンアウトから宗選手がフォアボール。これちょっと僕は買い物、ね、ちょっと買い物してて、ここら辺だけ見れなかったんですけど、朗希君が投げた牽制が茶谷選手取れなかったみたいな情報を聞いたんですけど、ね、それがまた跳ね返ってきたから、行かれなかったみたいな、これちょっと見たいですね。これ見た方、ちょっと情報をね、再現とかしてもらえたら嬉しいっす。そして若月選手もフォアボールでね、ちょっと今日フォークがね、まあ、ストレートも、最初の方は、ね、なんかあんま良くなかったというね、感じで。そして福田選手ね、こう詰まらせたんですけども、センタータイムリーヒット。これ宗選手がね、いいスタートね、あわやセカンド取るんじゃないかぐらい詰まってたんですけど、いいスタートでした。そして足立選手も、ここは、二塁横に落ちるポテンヒット。満塁だってね。ワンアウト満塁ですよ。先週も満塁で見ましたけどね。ここでね、ただ、西川選手をワンバウンド空振り三振取り。これでかかったっすね。そう。西川選手は今日はちょっと会ってなかったですね。朗希君に。で、西野選手も、初球点センターフライということで、ここに1点でね、勝ち越されましたけど、1点で抑えたのは結構でかかったっすね。そして2回ですよ。友杉選手、好調、いきなりレフト前ヒット。ただね、この8、9が、ね、セカンドゴロ、ショートゴロということでね、まあ、ランナーは進んだんですけど、ツーアウト2塁。でね、オカピがね、こうセンター返し、なかなかね、調子つかめてなかったオカピが、2打席目、いい当たりのセンター、ね、抜けるかなって当たり、これ足立選手が止めたんですよね。止めて、まあ、ヒットにはなったんですけど、これ抜けてたら同点だったのに、おい、当たっちゃうんと思ったんですけどね。そしてポランコ選手の時、オカピ盗塁して2、3塁になったんですけど、ここね、最後見逃し三振。ちょっと見逃し三振がね、ソタニ選手に対して多かった、スライダーみたいな、結構みんな打ててなかったなっていうのがありましたね。で、3回からなんかスライダーを結構朗希君投げ出して、そっからね、相手はあんま打てなくなりましたね。3回はセデーノ選手デッドボール当たるんですけども、
ね、あとはちゃんと抑えましたし、ね、逆に3回裏ロッテも抑えられまして、4回もね、若月選手三振で、福田選手レフトフライ、足立選手空振り三振で、もう最高でしたね。そして来ました4回裏、みんなが聞きたかった。先頭、トシ君が2塁打。これは素晴らしい。これ追い込まれてたかな、ね、よかったですね。そして、ここ友杉選手がね、ライト線ね、切れなかったですね。もう完璧な2塁打。綺麗な2塁打決まりましたね。そしてさらにね、2対2同点になってからの池田ライト選手がね、これも右打ちで、今シーズン初ヒットがタイムリーということで、素晴らしくて、これもいい当たりでしたね。そしてピッチャー変わって、井口選手に変わって、中村選手、悩める中村選手の時に、池田選手がスタート切ったのかな。で、中村選手打って、レフト線、まあ、三塁線か、に二塁打ということで、これもね、ナイスバッティングでしたね。走らせ、だからもう思いっきり振れよみたいな感じの、なんか走らせだったのかなっていう、ね。これは聞きましたね。そしてさらにオカピがここで犠牲フライを打ちます。ね。素晴らしいです。この1点でかかったですね。さらに、ポランコ選手があわやホームランというね、フェンス直撃の、タイムリーヒット。もうちょっとホームランだったんですけど、ね、いや、いい感じでね。うん。なんか、ヒットは結構出てるんで、ポラちゃんもね、もうちょっと上がってくれると嬉しいですね。まあ、ここで5対2になりました。素晴らしいですね。その後ね、5回表、西川選手、西野選手、中川選手というところも三者凡退です。そして6回もセデーニョ、森選手、宗選手、三者凡退。この時点で90何球いってたのかな。7回ね、まだローキ君行きまして、若月選手、3球三振。で、福田選手はボテボテのピッチャーゴロ。ちょっと1回弾いてね、危なかったんですけど。で、足立選手も空振り三振です。7回2失点。ね、素晴らしかったですね。素晴らしいと思います。最初ちょっとどうなるかなと思ったけど、あと、最後の方、やっぱ力貯めてましたね。最後の、福田選手かな ?7 回の、なんか、1球目かなんかの、ストレート、155、まあ最初から155ぐらい出てたんですけど、157まで出たのかな。このストレートが7回にして、たまんねえストレート来ましたね。だから、ちょっとね、体力的なものを考えて、序盤は抑えてたのか、ちょっと調子が本当に悪かったのかわかんないけど、最後、まあ後半からね、すごい良かったですね。ロッテはね、ヒットはその後ね、まあ7回とかも、ソト選手ヒット打つんですけど、ね、山口選手いい感じだったんですけど、ライトフライでもね、チャタニ選手、としく打てずとか。ね、まあ、この後ロッテは点取んないとね。そして8回は沢村選手来て、いきなり西川選手にヒットは打たれるんですけど、なんだかんだ西川選手がね、やっぱ1本ずつ、1本打つんでね、ちょっとあんま乗せたくないんで、まあ今日でね、一応3連戦終わりなんですけど、ただその後冒頭でランナー2塁なんですけど、西野選手をサードゴロ、これランナー釘付けで、そして中川選手、セカンドフライ、今日はよく抑えましたね、天敵。そしてセデーノ選手、サードゴロだったんで、これも完璧でしたね、沢村さんもいい球ね、調子いい状態をキープしたまま来てますね。そして9回、ね、8回裏ね、中村選手もう1本ヒット2塁打打ってるんで、今日2安打、ね。これが続くといいですね。オカピもね、今日は1打数1安打なんですけど、2フォアボール、1犠牲フライかな。だから1番として、やっとなんか、まあ、小木ちゃんが先週1番でね、日本ハム戦を活躍したから、あの日かな、ちょっと忘れちゃったけど、2回目で、今シーズン2回目ちゃんと1番が機能したみたいな。ね。まあ、そうなるとね、こうやって得点も入るというね。で、9回は、今日は横山くんが出てきまして、森選手、セカンドゴロ、杉本選手をショートライン、ちょっとこれ、ね、太もも膝の上から当たったんで、ちょっと大丈夫かなって不安ですけどね。ちゃんとアイシングしてくださいね、本当に。で、最後、T 岡田選手ね。一回いい当たり当たるんですけど、セカンドゴロということで。いや、よかったですね。4安打しか打たれず、逆にね、11安打打って。いや、なんかロッテらしいというね。まあ、得点はその1回と4回裏だったんですけど、こういう野球は見たかったです。ね。こういう野球を見たかったんですよ、僕じゃない。うん。まあ、今日で9試合かな3 9試合終わって4勝5敗ですかね。うん、まあなんか苦しいながらもね、借金1で今抑えてるんで、そうっすね、まあいい感じできてね、早めに5割ね、火曜から西武戦ね、2連戦大宮とベルーナであるんですけどね、ちょっとなんとか連勝したいですね。相手もタイラー選手ね、多分竹内選手来ると思うんですけど、ちょっと雨心配ですけどね。ね、
日曜勝ったってことはね、48時間機嫌がいいですから、やりましたよ。先週の見に行った時ね、この時間ですよ、その先週僕は試合終わって、2階からずっと帰る人たち眺めてたの、同じぐらいの時間帯ですけど、やっぱりこの1週間前とは大違いですね。まあ、というわけで、勝ってよかったです、本当に。皆さん、この後もね、いい気分でロッテファンの方は過ごせるのではないかと思います。というわけで以上、中野とピロリ千葉ロッテ応援チャンネルでした。ありがとうございました。みんな、よかった、ありがとう。